椎茸がなくなるかもしれない。実は今全国的に前代未聞の椎茸原木不足に陥っている。椎茸は木がないと生やすことができない。一体なぜ木が不足しているのか。それは木を切ってくれる人がかなり減ってしまったから。高齢化もあるけど、主な理由は福島原発事故の放射性物質の影響で、日本有数の原木産地だった福島県の木が一切使えなくなったから。でも西日本は関係なくね、と思うかもしれないけど、実はちょっとした闇がある。急に供給不足になった木は価格が2から4倍に跳ね上がり、特に東日本では椎茸の木が手に入らないという問題を解決するため、西日本などから木を仕入れたとしても東京電力がこれまでと同じ価格で購入できるように保証してくれている。ところが西日本や無関係の地域では価格は上がったままなのに、その保証がない。しかも保証を逆手に取った転売ヤーも出てくる始末。木を切ってくれる人が減って供給が減り、価格は高くなって木の質は全体的に悪くなった。しかも最近はキャンプの薪としても木が使われている。こうして圧倒的な供給不足で原木椎茸はかなり厳しい状況になっている。だったら金賞椎茸はウハウハだな。実はこちらも雲行きが怪しい。金賞も木のチップからできているため、国産の金賞も減っていくのは時間の問題。しかも熊本県のアサリ問題と同じように、これまでは中国から仕入れた中国金棒という金賞ブロックを日本で栽培すれば国産椎茸とできていたのが、金賞の原産地と金賞から生えた椎茸の採取地の表示義務を政府が検討している。これによって椎茸の需要バランスが一気に崩れるかもしれない。いずれにしても椎茸がここ数年で大きな変化の時を迎えるのは間違いない。椎茸栽培を専業でやられている方は、今のうちに別のこともかじっておいた方がいいかもしれない。ご参考に。